いや暑いで、いやもうここ来るまでに汗がもうね結構いってるからね、急いで来ましたんで ね、あの横浜に来てます。横浜、はい、よし。今夜のジロッケンはスタジオを飛び出して横浜に。その理由は、今日はニトロデーに会いに来ました。トミ君は結構、私はね、まあ、CD も扱ってるし、ライブも出てもらって、イベント出てもらったりとか、あんまりこう口数多いタイプではないんですけど、熱は伝わってくるっていう、あれなんですよね、スタッフが打ち合わせ行ったんですけど、一言もこう引き出せなかった一言もそれし、すごいなそこまで来るとね宇宙、日本、世田谷、環状7号線沿いに夜な夜なたむろする次世代音楽的重要人物たち、まだ誰も知らない、みんな気づいてない、いつだって夜明け前はとても落ち着かない。今夜も新しい音楽がここに。地元横浜を拠点に活動する平均年齢18歳の4人組ニトロデイ。その音楽はまさに轟音。90年代から2000年代のオルタナティブロックに影響を受けたヒリヒリのギターサウンドで頭角を現し、高校在学中に大型フェスのステージに抜擢。恐るべき新世代バンドとして一気にその名を広めました。この夏にはニューアイテムをリリースし、ますます勢いに乗る彼ら。しかしその素顔はかなりのシャイボーイ、シャイガールということで、ぐっと彼らに迫るため本拠地横浜にやってきました。ベルト忘れたから調子悪いです。そうそう、落ち着けないよ。いましたね、いましたね、いました、ニトロデイ元気はある、元気はあるね、元気あるなら大丈夫なんで横浜を、なんか思い入れがあるとか。僕ら一応横浜のバンドなんで、でまあロコ君がそれじゃあなんかよく行く場所とかはある？スタジオスタジオぐらいスタジオだけぐらいっていうそうですよ皆さん、ね、ということで早速唯一思い入れがあるというスポット、馴染みの練習スタジオへ。なんていうスタジオ？血統層スタジオ。血統層スタジオ、お願いします。お願いします。あ、すげえ、めっちゃ広いね。うん、ポスターがニトロです。あ、すごい、ドーンと出てっちゃう。いつもありがとう。ここ通い始めてどれぐらいぐらい？これはでも高校の時からここ使ってるんで、うんうん、もう2年ぐらい。うん、うん、まあここが唯一横浜で思い入れがある場所スタジオ、ここは、結成の時からずっと使ってるってこと？そうですね、ね、うん、なんか思い出ある思い出、スタジオに思い出求めるのきついか、はい、日々ね練習してると。ニトロデイ自体はどうやって組んだバンド？あのライブハウスで知り合った人たち同士で、ボーカルが集めた感じです、ね、あ、そうなんだ。なんかみんな割と静かなというかシャイな感じだけど、でバンド組む時ってさ、絶対さ会話はあるわけじゃん、一番最初は。とはどんな感じだったの最初、それぞれが会った時？喋る時はもう喋ります。まあな、そうだそれはな
なかなかのシャイ集団ニトロデイ。しかしバンドの進化はトークじゃなく音楽。心に秘めた感情が爆発するゴーオンライブをご覧ください。面白いやつは面白いっていう、なんかすごい面白い学校です。生徒次第で輝けるか泥の沼に落ちるかどっちかみたいな感じです。バンドやりたいなってずっと思ってて、軽音楽部がある高校に入ろうと思って、アンジュと同じクラスになって、これをボーカルにバンドを組みたいなと思って、こう掴み離さずにこの3人組みしたみたいな感じですね。私は中学がゆかちゃんと同じだったんですよ。ゆかちゃんと中学の時にお世話になって、で、ここでもちょっとおしゃれなのかなと思って金魚の糞のようにくっついてったら、このバンドに入ることになりました。ゆかちゃんがドラム上手だっていうので、この二人がゆかちゃんに入れようよ次のバンドに。なんか夏休みの最初ぐらいに、アンジュがね、
ねえ、本当やろうって。ゆかちゃん の, あのフロアタムさばきがすげえ良くてこの人が入れたかったんですけど、なんかで、すごいその時この人はすごいダサくて、ちょうどよかったなんかこいつはちょっと嫌だと思ってできれば入れたくなくて入れる理由がないなって、すっごい入れたくなかったんですけど、なんか彼女が優しいからなんか入れてあげてって言って本当にゆかちゃん優しいの本当に優しいのじゃあいいよって、ゆかちゃんがいいなら入れるよって言って入れて、そしたらなんかいい感じになってくれました。まさかあの時、ね、一番いらないと思われたと思うんだけど、曲を作るまでやってるから、そう、しかも顔もちょっと可愛くなってる